リスボントラムのビートルコルドン通りにあるガントレット。二本のレールは接しているが、分岐はしていない。ガントレットの模式図単伏線とは、単線分よりやや広い用地に伏線の線路を重なるようにしてはめ込んだものである。ガントレットともいい、強作線、作線と呼ぶこともある。伏線区間であるが、両線路の片方が互いにまたがるので、すれ違いはできない。なお、 単線複線である複単線とは概念が全く異なる。複線分の用地が確保できない場合に用いられ、分岐器を用いる方法より切り替えの手間がないなどの理由からヨーロッパの路面電車で見られる。特殊な実例としてインドのダージリンヒマラヤ鉄道では2000年当時、平坦部のニュージャルパイグリとシリグリの間で並走するメーターゲージと橋を共用する形で、 交差しないガントレットが用いられていた。日本においては、玉川電気鉄道の双子橋でも、一時期用いられていたほか、名鉄瀬戸線本町駅構内で、本町橋を潜る箇所に使用されていたものが、特に有名であった。単幅線は、狭い間隔に4本のレールが並んでいるために、補線作業において効率が悪いとされていたが、1976年2月15日に、 瀬戸線の境町への乗り入れに伴う経路変更により当該部分は廃止された。現在、日本では幕張車両センター、市宮派室の安全側線が単伏線となっている。ガントレットは4本のレールを並べて付設したものだが、ガントレットと同じく伏線分の用地を確保できない場合などに、3本のレールを敷地中央の1本のレールを共用としたものもある。 日本国外のケーブルカーなどで見られる。また、講義の鉄道方式を利用した遊園地の遊具でも、標端型配線の共作区間で利用されることがある。ありがとうございます。